はい、速稼塾の久保です。まあ男女関係お付き合いをするときに男性側からですね思うことは、余裕を装っているようでも女の人にね見抜かれてるんじゃないかなっていうことが結構あるんですよ。その一つ、今回のテーマはこれです。はい、画面切り替えます。女子がこの人モテないんだろうなと思うデートのがっかり店選び5パターン、5つのパターンですよね。これちょっとね気をつけないといけないから、私今からでもね反省して奥さんをデートに誘うときに、ちょっとこれはね心に留めておこうかと思います。記事に戻ります。女子がこの人モテないんだろうなと思うデートのがっかり店選び5パターン、どうなんだろう。続きいきましょうかね。一つね、ものすごく歩かされるっていうのがあるみたいですよ。そのお店が駅から遠かったりとかね、入り組んだところにあったりとか、階段のなんか上で4階とかでエレベーターないとかね、そういうのは困っちゃうんじゃないかなと思います。まあ私の場合は常にマイカーでやってきましたんで、あんまり女の人を歩かした覚えがないかなということなんで、私と付き合うとね結構太るみたいです。次いきますね。はい、いきなりチェーン店ってのがありますよね。まあいきなりチェーン店ね、いきなりステーキでもないですけども、やっぱりね自分の大切にしていた雰囲気のいい店を普段から持っているのか、そういうところをこういう時にね、紹介してくれるのかってところが男性に対する評価のポイントだと思います。まあ、私はね、チェーン店ではないんですけども、結構ね、ホテルの、高層階にあるいい感じのところとか、あとはね、割烹みたいなところですかね。ああいうのに行くことが多いですね。一番最初のデート、そうですね、広島にいるときは、岩国の山賊が多かったかなと思いますね。はい、次です。明らかな地雷っぽい店、これは何だろう、地雷っぽい店ね、ちょっと変わったユニークな店ってことですかね。ここにはあんまり触れないでおきましょう。私も結構地雷っぽい店選んでるかもしれません。次ね、安さしか売りがない店、これはちょっといけないですね。やっぱね男性としてはこんなに払えるんだぜっていうふうな見栄を張りたいところもあるんで、そこは見栄を張った方がいいと思いますし、女性の方もねどのぐらいの自分に値段をつけてくれるのかなってことで、少なからず興味津々だと思いますから、もうやっぱりね最初のデートはケチらずに大盤振る舞いした方がいいと思います。まあ2度目3度目と繰り返す中で、あまりにもねいつもいつも豪華なデートだと、それはね女性の方がねこの浪費癖について結構ね引いてしまうんじゃないかなと思いますから、節約するところは節約するところを見せる、そして自分はね外食に対してどういう風な考えを持っているのかってことも、それとなくね嫌味にならない程度に共有しておくのも必要かなと思いますね。はい、次です。メニューに値段がない店ではありかん、これ要するに高級店ってことですよね。だからね一食ねだいたい5000円から1万円これ一人分ですよだと思いながらデートのプランとかね予算を立てた方がいいと思うんですよ。まあこれはね一概に言えないんですけども、私の場合は1回のデートは5万円ぐらい使うかなと思って用意して3万円以上残るっていうパターンですね。そうすると結構ね精神的に余裕ができるんですよね。もちろん現金で払うことはなくて、全てカード決済なんで現金払うことはないんですけどもね。でも大体1回のデートで5万円ぐらいっていうふうに考えておいて、そんなに大きくぶれないかなと思います。ちなみにこの5万円の中には車の経費もかかってますしね、駐車場代だったりガソリン代だったり、まあ、車の、普段の維持費だったりっても入ってますんで、会うたんびに5万円ってことではないです。正味ね現金っていうかねキャッシュで使うのってクレジットカード決済も込みですけども、大体ね1万5000円から2万円ぐらいかなと思いながら、実は1万円前後だったみたいな感じですかね。結局ね好きな人と過ごす時ってそんなにねいつもいつもお金を使うようにはならないんですよ。というのが回数多く会いたいんですよね、お互いに。そうなると質素になっていくんですよ。最初はねドーンと豪華なの行ったり、たまに記念日にボーンと行ったりするんですけども、普段頻繁に会う時って案外ねなんか地味なんですよね。だからそれだからこそお互いの姿が見えるんじゃないかなと思いますけどね。ということで今回は以上ですけど、皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。またねこのシリーズやっていきたいと思いますんで、お付き合いください。それでは。